はい、えー、映画館についてお話ししたいと思います、えー。昨日ですかね、ツイッターでですね、X でポストされたものがありまして、えー、それが映画館の人がですね、特典商法で大変なことになっているということなんですね。 どれくらいからですかねなんか、私だと新エヴァぐらいからかなってね、思ってるんですが、多分もっと前からね、特典商法あったと思います、えー。例えばドラえもんの映画に行くと、良い子の皆さんには、えー、ドラえもんもらいたりとか、まあ私も、えー、大きいお友達ですが、ドラえもんもらったりね、したと思うんですが、特、え、典、ー、ってまあ昔からあると思うんですが、今の特典ってちょっとおかしいんです。 じゃななないかなってねねみんな思うわけでですよ、ね、でまあえ最近もらった特典だと「ゲゲゲの鬼太郎」のねえやつですねあれもなんかこう最初は2枚かなそれから次行った時はもうなんか次行った時はその第何段かわかんないですけどそれがもうすでになくなってたぐらい今人気らしいんですよね。 で、YouTuber とかも悪いんじゃないかなと思うんですよね。その映画の内容を話さないで、特典がこういうのあったみたいなね、話す人がほとんどですよね。特にゲゲゲとかね。なんで、まあそれに乗っかっちゃってるんだろうなぁと思うんですが、YouTuber こそね、えー、そういうの関係ないから映画の内容を話せばいいのになぁと思いますね。で、まあ、 この特典がまあ大変なことになってるということで私からすると一番嫌だなともし映画館の人、ね、で嫌だなと思うのはやっぱり権利関係とそれからあれですね期限ですよね情報解禁関係の管理がねそんなの映画館にやらせるだよ ってね、思いますすねね特に情報解禁関係です、ね、これ結構厳しいんで、まあ、それで首が飛ぶ人とかいるわけですよねもちろんそこまでのものは託さんない第三者に託さないとは思うんですがそれにしても勝手にこう情報解禁日とか書いてきてで、まあ、いろろな条件をかけるわけですよね小学生以下中学生以下とかねそれから配って。 配り切ってくださいとか、まあ、色々あるわけですよねそれを映画館がやる必要があるのか、まあ、それは一従業員が決められる問題ではないと思うんですが映画館の本文ではないですよね。 で、まあ、だったら特典配る係を配給会社が、それは別に映画館の人とは別に派遣するべきじゃないかなと思いますね、えー。そのパソナとかに依頼してね。将来的にはそうなるのかもしれませんが、映画館のスタッフだって暇じゃないんだよってね <laughs>、思いますよね。まあ、暇だったらやるのかっていう問題もありますが、それはないですね。だから、やっぱり、 得点っていうのはまあ、やめた方がいいんじゃないのかなってね思いますねまあ、明らかに得点狙いの人も、えー、見かけますしなんかひどい人だとあれですね上映終わってから来るとか書いてありましたからね意味がわかんないですねまあ、はしごしていて で、えー、そして、えー、上映時間過ぎてから来るのも当たり前でさらに上映時間が終わってから来たりとかね、えー、する人もいるらしいんですよねまあ、だから、えー、入場者特典なんですよあくまでもってチケット購入特典ではないですよっていうね、えー、ことらしいんですよね、えー、なんでまあは 映画館にに足くく行く人にはですね非常に迷惑な話だなと思って、まあ、結局それはどうなるかっていうと映画館に行く人が少なくなってしまうんだろうなと思いますね。まあ、要するに特典がなきゃ来ないってことですよね。そういうい映画なんだ 映画っていうのはそういうものなんだってことになってしまうんじゃないのかなと思いますしそもそも映画の力を信じてないからそんな特典とか配るわけですよねまあ、新エヴァとかもね特典かなり配ってて私はそういうのする必要ないなって全く思ってましたねなんでまあ、新エヴァも結構ひどかったですよねその特典配るの前提にしてあとちょっとで100万人ってところでまた出したりとかしてまあ、その特典のそのコミックを倉庫に入れ 得だけでもお金かかってとかね、えー、そういう話を聞きましたけど、まあ、無駄かなってね思いますね。結局その得点見てるのかっていうと、ただもらっただけですよね。うん、映画そのものが面白ければ別に問題ない。 と思うんで面白いい映画を是非作って欲しいなそしてししなそ広告宣伝とかもしなくていいわけですよね広告宣伝なんかしなくたって映画見に行く人は見に行くんでそれはまあ君たちはどう生きるかでも証明されたわけですよねそれが宮崎駿のネームだからっていうね風に片付けていいのかどうか、えー、実はちゃんと検証するべきだと思いますねこれはもし君たちはどう生きるかをちゃんと検証してそのマー,ケマーケティングを検証してあこれ これ広告宣伝いいらなくても映画ってのはいけるんですねってなった場合、まあ、多くの広告関係者プロモーション関係者それからテレビなどが自分の飯の種がなくなるわけで困るのでやらないでしょうということですね広告しなかったからどうだったのかっていう検証はそもそもしないでしょうそして特典とかあった方が儲かる人たちがいっぱいいるわけですねななんでここれも終わることはない ででしょううとということですよねだからまあ流行り病とかがあって握手会ができなくなったみたいなそういうなんかパラダイムがパラダイムシフトがね起こらない限りは今ずっと加熱していくんじゃないのかなと思いますね。あ行き着く先は 握手会と同じですよね AKB ね握手会にが欲しくて CD を買い CD を大量に捨てるということが、まあ、発生するということですよねだから魅力的な特典を作れば作るほど映画館の空席が増えていくと映画館をはしごしていく人たちが増えっていうねことになって、まあ、これはどっかで映画館に行かなくても特典がもらえるようになった時点で映画終わると。 いいいうこととになななるんじゃないのかなと思いますねで、まあ、私がもう一つ嫌だなと思うのは今グランドシネマサンシャインのこうスケジュール表を見てるんですが今,今日はですね TWICE、えー、とあと NTC ネーションですかねっていう韓、えー、流の方のですねそのライブ映像みたいな。 ががあるんですがこれがンキュッパとか4,500円とかはむちゃ高いんですが、まあ、この見に来る方たちがちょっとやっぱり異様なんですよね。これは韓流に限らずだと思いますがいろんなものをやってると思いますよね。そのアイドル系っていうんですかねこの不女子系っていうんですかね、まあ、ちょっと分か,分かれわからないんですが、まあ、その明らかに映画館に来ない人たちが列をなしてきてでグッズ売り場 グッズ売り場に群がるのは何も、えー、そういう人たちではなくて映画とか。 例えばゴジラとかもそうだしそれからあれですね「名探偵コナン」とかですね、えーまあ、ちょっと系統が似てるのかもしれないんですけれども、まあ、とにかくグッズ売り場にみんな並ぶということなんですよねそして、まあ、まあライブとか、ね、コンサートとか行ってもみんなやけにグッズ売り場に並んでいくんですがなんか昔のソビエトかよっていう感じですよね。 昔のソビエトってもちろんお金はそんなにないんですがそれでも市場の倍の価格とか倍の価格で売っているものに対して行列を作るというそういうねう貧乏な人がですね高いものを買うのに行列を作るっていうね映像が結構昔は流れていてそれが。 なんか今令和の日本で繰り返されている並んでる方たちが貧乏かどうかは別としてまあ日本国全体が貧乏になっている中でそれでも行列を作ってまあ高いかどうかは別としてまあ利益率はむちゃ高いから売ってるわけですよねそういうものに群がっていくというなんかソビエト崩壊時代に近くなってきてるなってすごいおっさんみたいにおっさんの話をしていますけれどもなんかえちょっと共通するものが ああるんじゃなないいのかなと思まますねで、まあえー、そういうライブですよねこれが、えー、1日「グランドシェーマーサンシャイン」だと2回、えー、あるみたいでやっぱりね異様な雰囲気に映画館がなっていてやっぱり映画見に行くのつらいんですよねそうなっちゃうとね。えー、なんで最近はもう土日を避けて金曜朝市とかそれから平日の昼間 とかにわざと見に行ってて、えー、そのまあ土日は混んでるからそういう日に行ってわざわざ混むのを増して増すよりはですね平日の売り上げに貢献したいなっていうことでですね平日の昼間になるべく行くようにしていて、まあ、土日はまあちょっと無理と。 いう感じになっっちゃって、まあ、1人の映画好きがですねもう映画館から遠ざかっているっていうことをねちょっとね <laughs> お知らせしたいかなと思いますねなんでシュネコンとかもね問題があるしそれからまあ映画のその特典商法も行き着いた結果なのかなと思うんですが、まあ、某映画館でね「新仮面ライダー」の前の日ですね前の日に搬入作業をしていてね 平日日の木曜日とかか行ったんじゃないかない昼間にね搬入作業してて廊下でこう搬入品をこう押していたりとかしてネタバレしそうになって、えー、やばかったみたいなねこともありますし、まあ、とにかくちょっとなんか映画館の,その実際の現場に負担をかけるようなね特典はせめてね、えー、やめてほしいなとそして特典配るんだったら特典配布スタッフっていうのを雇ってちゃんと派遣しなさいよと、えー、いうふうにまず,まずそっからなんじゃないのかなと。 思いますね。